さあ、本日、はい、アイナの誕生日前。うわー、誕生日だ。やったー。誕生日です。ありがとうございます。なんで、ヘアセットっていう試みをね、はい、やってます。いつも行ってる美容院に来ております。フリーラ。フリーラ何年目？すごくない？5、6年経ってるよね。5年くらい経ってる。今日6月18なんだけど、うん、明日平日でウープンが岡崎に帰らないといけないから、うん、今日しかないの。そう、今日の夜やってくれるってことで前乗りの誕生日お祝い、はい、ちょっとイベントくらい気合い入れていこうかな。ただご飯行くだけでしょ。あ、そうです。でもいいよね、思い出に残る。ヘアメイクして出かけるなんてイベント出ない限りないもんね。うん、なんでウープン来ないの？ウープン来てないよ。携帯がね、携帯がすごく、あーちゃんが映らなくなっちゃった。あー難しい、難しい、あー難しいな。これならいけるかな。あー難しい。あーこれある、オレンジジュースが映っちゃったな。あーこれで映ったかな。これで映ったのかな。あーちゃん、アリエルってこと？あーちゃん、アリエル役だよ、ずっと。私ご案内します。少しだけちょっとこちらでお待ちいただいてもよろしいですか？はい、はい、じゃあすぐ参ります。もう楽しみ、早く食べたい。もうね、腹減った。本当に腹減った。もう本当は動画も上がってなかったらお腹空いて喋れる。こういう顔になる、うん。お腹空きすぎてるから。すごいですね。こちらのティップなってるので、こちらにお二人とも分かっていただいて。あ、ちょっとこれリアクション系かな。はい、リアクション系かな。321でお分けしますので、はい、一歩踏み出していただければ。はい、それではいきます。321、はい、うおー、何してんだこれ、何してんだこれ。なんだこれ。こんな多い。これすごいな、これ。え、もうこれ風船は別に蹴ってもいい。大丈夫です。大丈夫です。蹴ったらドボンとかはない。ないです。あーちゃん、動画です。あーちゃんが映るとこれがさ、あのさ、田舎に見えない？大丈夫？どれ？どれが田舎に？あーちゃんのせいでこれが全部田舎に見えない？埼玉。大丈夫？ここは狭山です。あ、狭山に見えてる。でもこの絵は相当すごい。いや、さすがに勝てた。これはすごい。あーちゃんに勝ってる。結構。うん。これやっちゃったなって感じ。これちょっと大丈夫かな。まあ、でも29歳、20代最後の夜なんですよね、あーちゃんね。あー、ということで、ありがとう。おめでとうございます。乾杯。本当に幸せ。もだって本当になんか作られた、この計画的にやってくれた感じがもう伝わってくる。しかもベイコードだよ、ベイコードでこれだよ。よかった。こんなにさ LED ライトがさ施されてるさ、風船で初めて見た。あーちゃん分かりやすいね。あーちゃんはプリンセス顔になってるね。あーちゃんは今トワイス。絶対今トワイス。これすごいよね、うん、なんかはっはっ、マンションのロビーみたいに声が通る。そう、マンションのロビー確かに響くわ。見てこの一枚一枚ね、バラが置かれてんの、うん、これね、配置ちょっと考えられてますね。本当に配置考えられてます。じゃあまあ適当に、撮っていきます。今日はちゃんとは撮りませんが、お願いします。撮りまーす。ごめん、食べようとしてるところ撮ろうとしたらちょっと巻き戻して、逆再生して、うわーって逆再生したね。はい。食べて、食べて。いただきます。先生も行儀悪くて、いただきます。これね、もうめっちゃ腹減ってる一口目ですから。あ、やばい。あーちゃん魂が、あーあーちゃん上に上がってるよ。あーちゃん、これなんか編集でなんとかしといて。出た、編集なんとかしといて。これやばいっすね、ウニとホタテと
とタルト。うまそうだね。これもうこのフォークとねナイフの多さ、うん、ちゃんとマナーをやらないと。これ外側から使うんだっけ、なんだっけ。全然わかんない。内側だっけ外側だっけ忘れた。あ、無理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 。あ、無理無理無理。手で食う手で食う。手で手で食う。あ、こっちサイドの景色もいいね。どうですか。もう。うまくない？一個一個持ってたら。一個一個。ね。これでやってほしい。食べたいよね。一個一個食べたい。うーわ。こんな素敵な誕生日をやってもらったこと人生で初めて。本当にそうなの。うん、記憶が全部消えた今までの。じゃあ今目の前に生きてるもんね、うん、そう、今目の前が一番幸せだからね、うん、いただきます。これはメインディッシュの牛フィレ肉です。はい、全然取ってなかったけどずっと飛んでましたね。はぁはぁって言って、我々のリアクション、この部屋に、このホテルに似合いません。え？うまーって。やばいって、そうそうそう、食べて食べて、一回一回一回。なるから。いただきます。うん。ウーク、マジ髪かっこいい、今日。春機械に見えない、大丈夫。大丈夫です、ウーク、アンくんです。ウーク。うまくないこれ。いや待って、もう羊羹だ。肉じゃなくて羊羹だ、うん、柔らかすぎて。和菓子と言っていいな、うん、どうしたんですか。ちょっと今反動出てきちゃって、うん、ずっともうコース終わるまで綺麗に食べてたから、うん、で今一瞬店員さんいなくなってもってなってる。汚い部分を、そう、汚い部分出さないとちょっと生じりが合わなくなってくる。自分の、うん、自分とは何だってなってくるから。もう髪の毛もなんかセットしちゃったしさ、このなんか可愛いさ洋服も着ちゃったしさ。あー、いいですね、あーちゃん、もう可愛いですね、うん、うーって感じ。動きと顔で何も取んないと顔無理。変顔無理なんだよな、なんかあーちゃんの変顔で笑っちゃうのまずはずい。変顔って一番いいから。変顔一番ストレートでいいよ。しかもさ、私たちの変顔ってさ、ちょっと面白くない？え？私たちがする変顔って他の人のする変顔よりちょっとブサイクで面白いんだよね。なんかみんななんか結構可愛いんだよね。もうファッション変顔の人は結構見抜きます。真顔がおもろいみたいな人種じゃない？結構。うん。ブスな真顔が、ブスみたいな、その、わかる？ブスな真顔ができる。あと真顔がおもろい。だってうちらあれだよ、家族写真を写真館で撮って、うん、それが面白すぎるって言って5000リツイートぐらいされてるから。写真館で真面目にやってる。めっちゃ真面目なんだから、あの顔。笑ってんじゃないよ。笑ってんじゃないのよ、本当に。誰一人として笑わそうとしてないんだよ、顔。ね。こうやってただけなんだよ。絶対ね、次男もそういう感じになるから。次男も真顔がおもろい系になると思う。そう、うちの家族ね、真顔で人笑わせられるんだよね。なんだろうね、鼻の穴なのかな。鼻の穴の上向き加減がちょっとおもろいんだよね、ちょっと。はぁ、うまかった。いや、美味しかった。うまかった。ごめん。おー、いい、こんないい感じで。おい。あーちゃんね、はい、本当に、うん、もう結婚、うん、7年目で、はい、本当に親友だと思ってますし、はい、もうこれからも、うん、ずっと一緒にいたいなって思ってます、うん、はい、私も思ってます。手紙を用意してきました。手紙？え？あやだ、ないじゃん。あやだ、え？あーあやだ、あーあやな好き、あやなあやなあやな、あー愛してる。しまうな。何が出てくんの？なので、うん、離婚してください。え？離婚してください。はい。はい、あ、じゃあ、はいって言えばいい。はい。はい、離婚します。あ、じゃあもう結婚しないですね。はい、今結婚してないです。結婚してください。
婚するときプロポーズしたときは本当にあのドンキホーテの5000円の指輪を送ってしまって本当に申し訳ないと思ってます。いいよ、もう許す。これしてくれたからもう許すわ。改めてこれあげます。じゃ結局はめてはめてはめて、プロポーズをもう一回お願いします。末長い時も健やかな時もいつもまどろんの時間をお過ごしになりまして常に一生結婚でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これね、これサイズのギャンブルあ、そういうこと、一旦ギャンブル、一旦ギャンブルで後で直しますって言ってるんですね。ぴったり、ギャンブル勝った見てすごくない、ホテルのお姉さんがなんとカメラやってくれてるっていう。おめでとうございます。ありがとうございます。初めてもらいました。めっちゃぴったりだった。危ねえ、めっちゃぴったりだよ、めっちゃちょうどいい。どうですか、プロポーズ、プロポーズ受けて。これ感じです。これで今後3年間は機嫌いいです。おめでとうございます。勝ちました。でも本当に、まあ、改めてプロポーズっていうのはありかなと思って。え、言ってたのね、あーちゃん。30歳どんな感じがいいって言ったら、あープロポーズしたよ。ボリボリ書きながら言ってて、まあ忘れてるだろうな。あ、忘れてたわ、一応。そんなこと言ったっけって感じ。もうバラかわからないっていうね、キャベツとかにも見えてくる。絶対にそんなことは言っちゃいけません。ねえねえ、嬉しい。夢みたい、もうなんか夢の中みたいな気持ちだもん今。現実みたいな。すごっ。リアクションいいですね、あーちゃんは。あーちゃん、夢みたいってあんま言わんよ。夢みたいだよ。痛いですね。普通つねるとかビンタとかね。あ、そうなんですか。今あのプールで水入った時のやつやつ。婚約指輪マジで初めてもらった。よかった、ふうくんに初めてもらえてよかった。いろんななんか変なプランとかを考えたけど、結局やっぱもう全部王道を詰め込もうっていうことで、はい、行かしてもらいました、ね、一番王道がね結局嬉しいんですよね、うん。一番やばい、やばかったプランはなんかオーケストラを召喚して、うん、俺が変な替え歌を歌うっていうプランだったけど、さすがに無理だった。やってほしいな、次還暦とかに。還暦還暦芝生やってほしいな。還暦でやるわ。ちょっと待って、すいません。あの、はい、あのごめん、あのクレジット家に忘れたから。お会計クレジットの家に忘れた。あーちゃんお金払うのこれ、うん、ごめんごめんごめん、今すごい言われて嬉しくて、うん、で最後、あーちゃんちょっとクレジット出してって言われたの今。
だって同じじゃん。財布同じじゃん。そうだよ、財布入れ同じだけど。高い、高いですけど。あ、すご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 、見えちゃった、見えちゃった。あ、いろいろ全部、もろもろ含んでるんで。もろもろ含んでるね、本当に。もろもろ含んで。バラとかも含んでるんで、本当に。ありがとうございます。はい、私の名義です、これ。はい。はい。払っといて。はい。払ってきます。ありがとうございます。おい、最後。ミスってる、最後。俺ミスってる。おはようございます。おはようございます。30歳の朝ですよ。30歳の朝ですよ。おはようございます。ということでですね、うーくんが、もういっぱいお祝いしてくれて、もうプロポーズも、婚約指輪もくれて、その後、お家に帰ってからも、友達が待っててくれて、ちょっとパーティーできて、もう最高に幸せな状態で今、起床しました。ゆうくん本当にありがとう。二日酔いです。二日酔いです。めちゃめちゃ二日酔いです。あーちゃんのためにいっぱい飲んでくれてね。これ以上飲んだらあーちゃんがちょっとまたやばいかも。あーユーカリが必要かもしれないってなる時に壊れるからね。ゆうくんがさって取って机にポンって置いてくれたりとかで、お水も渡してくれて、もうゆうくんは優しくて、もう本当にいい旦那さん、最高の男ってことがもうみんなにお伝えしたい。うざあちゃん、もう朝からもう昨日あれ、今こんな元気なすごいな、もう、うん、昨日ね体力使い果たした。マジか、そうだよね。でもうーくんのおかげだよ。うーくんが回避してくれたからだよ。だからあちゃんは今こんな元気に、おはようございますってできてる。本当にね、もうまずちょっとこの、あ、タクトありがとうね、うん、後輩のタクトくんもパーティーの準備に携わって頑張ってくれたので拍手を称えます。俺 LINE もエージェントの対応してたから。マジそうなんだ。あ、そうなんだ。見てください、まずこちらですね。みんなに見せびらかしたいぐらい本当に。ミスコンシン、あ、ミスコンシン、あ、タクティスも来た。ミスコンシンって言うとマジ意味わかんない。これがいつも通りみたいな、キモい。ミスコンシン入ってしちゃって今誕生日のさ、後のあれを撮ってたのよ。こうやってやってくれたんですよみたいなのを、そう、タクティスとひじりちゃんね、あのしばなチームのね後輩たちも私をお祝いするのにいろいろ準備をしてくれました。本当幸せです。ありがとうございます。はい、ちょっとなんかめっちゃ今場面飛んだんだけど、あんま見た目は変わってないと思うんだけど、化粧したところでお迎えも行ってきて、あのうーくんは岡崎に帰っちゃって、でママからも誕生日プレゼントでこの A のネックレスもらって、もうなんかもう幸せって感じで、もう一回これで、ね、ママがこうやって、ね、飾ってくれたの崩れてたから、あ、ミラーボールあんだよね。ミラーボールをつけてたんだよね。いや、もう本当に世界一幸せな日になりました。あ、ポーズだ。今日ママの誕生日動画が上がるから。本当にね、30歳になるまでの間に本当にいろんなことを経験させてもらって、悪いこともいいことも、もうすべてのなんかもう一番上と一番下をもう理解したというか、自分の中でなんかそんなような、まだわかんないけど、そんぐらい言っていいぐらい、もうたくさんの経験をさせてもらってるんですよ。だから30歳になったら、それをこう、なるべく多くの人にね、布教する側になりたいというか、私が今までもらったものとか経験とか言葉とかね、なんかそういうものを周りの人たちに提供できる側になれたらいいなーってなんか思うんですよ、漠然と。その中で私が一個目標にして掲げてることが、なんか自分のお店を持つっていう、そこへなんかたまに出勤して、でそこになんかファンの人とかが会いに来てくれたりとか、普通に友達が来てくれてもいいけど、もう人と接することがもうとにかく大好きだから、いよいよそういう場所を作ろうかなってちょっと思ってて企み中です。もうね、なんかね、嬉しくてね、ずっとね笑顔が止まらないんだよね。あー、本当に幸せです。子供たちも今お迎え行って、まあ今日は普通に当日だけど、割と普通に平日を過ごしたかなって感じです。ナット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 でいるナット、ナット見たい、ナット見たい。ねえねえ、今日さ、ママ誕生日なんだけど、おめでとうって言って。おめでとう、ありがとう。ぎゅうしよぎゅうぎゅうしよ。
おめでとう。おめでとう、ありがとう。30歳になったの。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ちょっとハッピーバースデー歌ってよ。ハッピーバースデー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 。最後まで歌ってよ。30歳。全力でかっこよく生きていきたいと思います。はい、じゃあということで本当に幸せな誕生日になりました。ありがとう。 ありがとう。今日は家族でこうやって楽しく過ごし過ごしたいと思います。じゃあバイバイみんな、ありがとう。お尻ぷぷぷぷ。